皆さんこんにちは。引きこもりサーバーの時間です。さてさて、本日もどのようなお便りが待ってますか。早速行ってみましょうか。じゃん、ペンネーム、おはぎさんよりいただきました。おはぎさん、お便り本当にいつもいつもありがとね。そりゃもう感謝絶えないほどな感謝の大盛りでお返ししたいと思っておりますから。はい、梅雨だくです。梅雨だくでお返ししたいのですよ、このお気持ちを。はい、本当にいつもいつもおはぎさん、お便りありがとうございます。そしてですね、皆様、もしやちょっとお気づきになられた方はいらっしゃるかもわかりませんが、実はここだけのお話ですよ。ちょっと耳を澄ますとピッピッピッとか聞こえたりいたしません？それ大丈夫でしょうかね。実を申しますと、UPS 電源がなんだかそういう発信音を鳴ってるんですよ。発信音を鳴ってるっていう言い方もおかしいですか。発信音がなんか鳴ってるんですよね。それがずっと聞こえてきまして、なんて話しづらいんだろうというような最近でございます。これどうしたらいいんでしょうかね、この発信音消すの。そこが悩みどころでございますよ。ですので、もし聞こえちゃったら、ああそういうことねということでお願いいたします。すみませんね、そんな雑談を入れてしまいまして。そしておはぎさんからのその気になるお一言拝見いたしますね。じゃん、わあ、どうしたんですかおはぎさん、どういうことですか。大丈夫です？どうされました、どうされました、一体。いやいやいや、まず皆様に簡単にご説明しますと、そうですね、あとの残り数日、なんか心配事ばかりだよみたいな感じでございます。はい、本当に残りこの数日がそういうことでございますよ。そういうお一言をいただいちゃいましたら、一体おはぎさんの身に何が起こっていらっしゃいますやら、気になるではございませんか。はい、とっても気になりますよ。ですから、あれです、もしよろしければですね、ここは読まないでねっていう風にお便りにお一言添えてくださいまして、その心配事であるそういうこともですね、書いちゃっていただいて大丈夫ですからね。僕はいつでもそういうものをお受け取りいたしますから、一人で抱え込んでしまうよりは、誰かに、本当にあれですよ、誰でもいいのでちょっと話せる相手がいるとだいぶ心楽になりますよ。はい、ですからその役目を僕にどうかお願いいたします。任せてください。おはぎさんの心の友として頑張らせていただきますよ。はい、何せ僕もですね、正直なところここ最近引きこもり数変わったよねって言われたりするんですよ、ご近所の京一郎兄ちゃんとか、はい、さやこおばさんとかからよく言われるんですよ。最近リス引きこもりすっぽくないよねって。そうなんですよね、なんとなく毎日この放送をすることによって、最近僕変わってきたと思いません？だいぶなんか自信が見えるんじゃないかっていうぐらい、そんな感じいたしません？そうなんですよね、なんとなく僕は
ひどい時には引きこもりす劇場っていう風に始まったのに舞台に登場しないっていうこともあったわけじゃないですか。それに比べたら毎日毎日こうして出ることで本当に自分にちょっとした自信がついたように思えます。はい、自信を持って僕は引きこもりすだよって言えるようになったと思いますよ。今まではちょっとその名前嫌なんだけどって思ってましたけれどもね。まあもちろん若干嫌だなとは思ってますよ、未だに。でもやっぱりこの世の中のためにもなってるよとまで言うとちょっと言い過ぎでしょうか。そういう部分も若干後押しがあるかもしれませんが、はい、ちょっとだけ自信を持っているようなそんな気持ちにもなりました。ですからおはぎさん、何かご心配事、悩み事、どうぞいつでもくださいませ。僕がいますからね。ということでして、今日のここ数日のおはぎさんを応援いたしますよ。頑張ってくださいね。ではでは、おはぎさんの一言言ってみましょうかね。それでは、おはぎさんよりの一言、どうぞ。今週は不安しかない。